東和町営バス当時のバス停、株式会社東和町総合サービス公社は、岩手県花巻市東和町に本社を置くバス事業者である。貸切バスのほか、かつては花巻市廃止代替バスの運転業務自宅も行っていた。本校では、花巻市営バスについても記述する。岩手県我が郡東和町で運行される、岩手県交通の路線バスが廃止されることになり、 東和町では代替バス方式により、町営バスの運行を行うことになった。この時に、町内の企業や団体との共同出資により、第三セクターのバス事業者を新たに設立し、すでに、東和町が運行していた、スクールバス、給食運搬車も含めて町所有の白ナンバー車の運転業務を委託する方式を採用した。この委託先として設立された事業者である。 1990年からは、貸し切りバス事業にも着手しており、積極的な営業を行っている。車庫は本社に併設されている。旧、東和町域をエリアとして運行。なお、2010年10月1日より、原則として朝夕のみの運行となり、日中は、予約乗り合いタクシーに移行しが、2017年10月1日より、東和地域予約乗り合いバスに移行となり、 運行を終了した。中内線小山田線、電瀬線、浮田線、山の上線、市営バスの運行主体は、花巻市となっており、使用する車両も花巻市所有の車両で、同社では、運転業務及び車両管理業務のみを受託するという形態をとっているため、自家用ナンバーである。車両は、黄色い車体に、ブルーラインマークが入る。貸し切り車については、三菱不走、UD トラックス。 日の採用、ありがとうございます。